こんにちは川田です今日も大倉誠さんをお招きしてアメリカ株式40年投資を始めてみたいと思います大倉さん今日もよろしくお願いしますよろしくお願いしますさてもう実はこれ見ると24回ももうやってるんですねですので今日は25回目ということなんですけども今日はどのお話お聞かせいただけるんでしょうか えー、今日はですね、えっと株式投資がまあ長期的に儲かる仕組みに,について考えてみたいと思います。で、はい、あの今回次回とまあ二回の構成なんですけれども、今回は、えー、その一番大きなドライバーである資本蓄積のプロセスについてお話ししたいと思います。うん。なん難しそうですけど、そこら辺は奥倉さんから優しく噛み砕いてお願いします。よろしくお願いします。で、動画を共有していただく。 行き,きますかね。はい。ああ、そうですねしましたあ。はいはいはい。じゃあ、これでお願いします。あ、失礼しました。はい。 はいすいませんはい、はい、よろしくお願いしますはいえっとはい大倉ですえー、っと今日も京都から参加しています、えー、投資はご自身の判断でお願いしますということで,ですね、うん、まあ本日のテーマについてまず大前提のお話をするとまあ我々は えー、資本主義の経済に生きているということですね。うん これは、えー、とカートさんのいろんな、えー、番組というか、朝会も含めて、えー、カートさんも触れられているところですけれども、まあ、私なりに資本主義についてまとめてみると、こういうことなんじゃないかなと思っています、えー。まず最初、えー、資本主義っていうのは、まあ、そもそも資本を持つものが儲かるようにデザインされているような、そういう資本なんだ <laughs> なるほどと。ですので、資本を持たないと、そこには何も起こらないと。でまあ、逆に言うと、<laughs> 持っていれば、 えー、事業が正しく動いている限りは、まあ儲かるはずなんだと、その特徴をいくつか言うとです、ねえー、資本の所有が、えーえー、認められている、私有が認められているという でえー、資本家というのは、まあ、これは資本を持つ、まあ、要は生産手段を持つものなんですけれども、資本家は労働者を雇って商売して、えー、競争市場の中で自由に利益を追求してもよい、まあ、要は、えー、頑張って利益を上げましょうと,ということですね。で、えー、生産手段を持たない労働者、まあ、こちらの方は、 えー、労働市場で、まあ、自由に職業を選んで、えー、自分たちの労働、まあ、時間をです、ね、賃金に変えることができると、えー、いうことです。で商売によって得られた利益の一部は新しい、えーまあ、追加的な資本としてです、ね、用いられてその結果そこには資本蓄積が起こるというふうに考えられるんじゃないでしょうか。で えーで資本まあ、投資の観点からまあ重要なのは、先ほど申し上げた中の1番、2番、4番、つまり資本を所私有していいということ、で企業は競争市場の中で自由に利益を追求してもよいということ、そしてそこには資本の蓄積が起こるということですね、はい、まあつまり資本家はまあ自分の資本を使って労働者を雇って商品、サービスは生産して、利益は得るんですけれども、 その中の一部を、えー、さらに資本として、えー、使うことで、えー、商品サービスをさらに生産するとこれがぐる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 回っていくでここに、えええー、資本の蓄積が起こるということですね、うん、で当然蓄積される資本は、えー、資本家のものになる当然だと <laughs>、まあ、これは当たり前のことを言ってるんで何を言ってるんだって話なんですけどこれをです、ね、もうちょっと,、えー、と図解を含めてお,お話しするとこういうことになるわけですね。 最も単純なモデルを考えると、つまりそこには配当は行われなくて、利益をすべて来期の資本に追加するといったこういうモデルですね、まあ、今期の資本に設けたものを加えて来期のビジネスに使うということですね、うんうんで。追加された資本だと、より大きな利益が当然生み出されるので、よほどその市場がもう。 成熟してない限りは、ええということになるんですけども、そうするとこういうふうな図解になるわけです、最初の資本で、えー、利益を追加、利益は再投資されて、これでこれに、えー、あのマッチするような利益をまだ生み出すと、でそれがまだここに組,あの組み入れられてというようなことで、このプロセスを通じてです、ね、資本蓄積が起こって、資本はどん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 成長していくと、これが、えー、一番土台になる部分なんじゃないでしょうか。 雪だるまのようにでかくなっていくわけですね。あのー、まさにそのスノーボールっていう風うな、えー、ええー、そうそうマペットなんかもよく使うわけでしょうけれども、えー、まさに。 あの図解するとここうういうことなんです普段皆さんあまりこんなことは考えないであの株式をですね、売ったり買ったりしてるわけですけれども、その後ろにはこういう活動があって、えー、それがベースになって、えー、経済はあるいは企業は動き、成長しているとということです株価と直接ダイレクトにあの一緒というわけではないということなんですよね。 そういういことですねでただ、えー、イメージとしてはそういうふうなことになるんじゃないかとは思うんですけれども、皆さんはそういうふうなことを考えたことがあるかということ,とうん、うん、株価は毎日見るけど、株価の本源的な価値を毎日考えるということは、なかなか我々は習慣としてな,ないですもんね。そうですねただ、うんあの、そういうことを心のどこかに止めておくと、えー、長期的な投資をする際の、えー、礎になるんじゃないかなというふうに。 えっていとまあその資本主義が起こった当初というかですねまあもうかなり大昔はその大きな資本家がいてその人たちが、えー、まあ経済をまあ牛耳るというかですねそういうふうにしてて一般的な労働者は今一労働者で終わっていたわけですけれども現代の社会においてはもう株式会社というものがあってまあ要はえ利益の上がりそうなビジネス ビジネスに、えー、複数人が共同で資本を出し合って、その持ち分を株式として持つということですね、で、上がってくる利益をあその持ち分に合わせて分配するようなシステムというふうな形で、今の社会は動いているわけです。 でえー、そこには、えーまあ、株主と経営者がいたりはするわけですけれども、えーまあそのまあ、すみません、そこは置いておいて、えー、まず株式のを持つっていう意味合いっていうのはどういうことなのかっていうのを簡単にまとめると、まあ、株,式株主になると3つの権利が与えられるって言われてますよね。<laughs> 奨励金分配請求権、要は配当を受け取る権利、で財務財産分配請求権、まあ、会社が生産されるときに残っている分を分けてもらう権利、うんでえー、議決権ということで、重要な決議に対する投票権を持っているということなんですけども、株主になるというのはお、お金を払って、この1、2、3の権利を前の株主から買い取ることなんですよね、本来。うんうんうん でそれを、えー、売買することで、まあ、要はこの3つの条件っていうのは、特に1番と2番というのは、先ほどの図解をそのままあのー、難しい言葉で書いたことになると思うんですよ。利益が上がって、配当する、<laughs> でも配当しないものは残余財産として残る、でそれがどんどん増えていくということなんですね。 会社が潰れるような時なので、まあ、紙くずになっている可能性はあるわけですけども、そうじゃないようなことを前提とすれば、残、え、余、ー、財,財産というのは、どん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 大きくなっているはずだということがう、ええ、後ろの裏付けになっているんじゃないかというふうに考えられます。うん それで、まあ、あのこういうふうに図解するともっと分かりやすいと思うんですよね、株えー、資本蓄積と株価のイメージ、今ま,今までのところでは株価という言葉はあえてあ伝えてきませんでしたけども、えーえー、先ほど棒グラフで,です、ね、あの株主資本というのはどんどん増えていくんだというのは、ここの XY のこの太い線ですよね、うんうん、時間の経過によって株主資本というのはどん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 大きくなっていくと。 で株価はそ,のそういった中で上がった、いろんなまあ条件で上がったり下がったりしてるわけですよねこの、この波線が株価ということになるんですけれども、ただ、この波線も上がったり下がったりはするけれども、長期的にはこの株主資本の成長を反映する形で、ゆっくり、数勢的に上がっていくと、はい、こういうイメージなんじゃないかなというふうに思うんですよね。<laughs> でえー、とこれを、えーまあ、今回は皆さんと共有できればなというふうに思って準備してきてる次第なんですが、まあ、実際、でもそんなことになってるのかって話ですよいで例えばここで挙げているのはグ、えーグル、まあまあの親会社であまあアルファベットのケースなんですが。えーが えまず左側の図を見ると、少しデータが直近のところが入ってないですけれども、原理は同じですね、純利益が上がって、株主資本、これが利益が上がって、それでそれがえ来期に追加されて、それがまた利益を生む。その利益がまた追加されて というような形でどんどん,どんどん株主資本が大きくなっていくということですね。はいはい、で、まあ、あのアルファベットは無敗の企業なので、まあ、その上がった利益は全部株主資本に追加されていくわけなんですけれども、まあ、あの実際の経済、まあ、市場においてはです、ね、当然、純資産とかあるいは株主資本。 を指標にしているのではなくて、一、まあ、株当たりの利益とか、一株当たりの純資産を考えているので、うん、EPS とか BPS で議論する必要があって、うんで、それに対して株価っていうのを対応すさせることができると思うんです。BPS はあれでですすよねね一株あたりのぼ、えっと、純資産とということですよ、ね ほとんど一、えー、株当たりの株主資本にだい,たいあの金利できるんじゃないかと思うんですけれども、変異に言うと違う部分というのはあると思いますが、はいまあ、基本的にはこういう形になると思います。で、株価っていうのは当然、もちろん上がったり下がったりっていう局面があるし、この,このグラフは、えー、年末ベースのデータなので、途中での上がり下がりはもう全部あの取り除いちゃってるわけですよね。これを見ると まあ、もちろん縮尺は若干違う部分はあるんですけれども、だい、えー、その BPS の成長に従って株価も上がっていってると、まあ、もちろん突発的なことがあると、短期的にどんと下がる部分はあるでしょうけれども、利益が上がって、それが、えー、BPS に加えられていってる限りにおいてはです、ね、株価っていうのはそれを反映する形で上がっていくというように考えていいんじゃないでしょうかね。 まああのですので、えー、前のページで言ったことっていうのは決してエストラこではなくてですね原理としてこういうふうになっていてでまあ実際株式市場においても、えー、まあ実態まあいわゆるファンダメンタルズを反映する形で、えー、株価は成長していくんだというふうに考えていいんだと思いますこれ倍率左右のあのメモリーも倍率一緒ですよね200が800になるっていうのは4倍だから。 五十が四倍で二百になってると、はい。そうですね。いうようなことですよね。そうですね。はい、まあ、もちろん、この倍率っていうのは、ここであのう、乗数ということとなるので、P. R. とか。はい、あの P. B. R. ということになると思うんですけれども。大きな、ほど企業に大きな変化がなければ。その、あ、ええー、大体平均的な。 えー、PBR だとか PBR だとか PR だとかがこの数値にかけられて、株価がさあの計、えー、算,算出というかす、えーまあ、適正な株価というのは、えー、計算されるとで、大体それに沿った形で実際、グーグルの場合、そうすると PR が極端に伸び縮みしてるということは、なんかこれからは見て取れないような格好ですよね。 そうですね、これを見る限りは。た、ええ、だ PR はですね、ちょっと拡大してるかもしれないですね。うん、あの PBR <あ>の <PS> p, あの p は、これを見る限りでは、この機関においてはですね、大体似たような水準で、多分これをまあ、あ,えてあえてというか、もし PBR の推移を。 えー格闘まあ、多少こういう波になってるんじゃないかと思いますけれどももちろんそれを見ればですね短期的に、まあ、平均値と比べて高いとか低いとかっていうことはあるので平均値よりも高くなったら売って安くなったら買ってっていうようなことを、えー、ファンドマネージャーとか運用者はしがちだとは思いますけれども、まあ、要はずっと持ってりゃこの場合だったらか株価にしてもですね、えー、2009年の時点では、まあ、大体300ドルぐらいだったものがこれは2018年までですけれども1 0、えー ドルいうところまでで約3倍にもななっているわけかにこの収益力を、うん、がこういうふうに積み上がっていくっていうことをしっかり分析することができればこの3倍をきっちり取ることができるということなんじゃないでしょうかね。分かりました。えー、っと今回はここまでですかそうですね。はい、はい、分かりました。じゃああのなんかこうのっけから大倉さんの一番これ大倉運用学の肝のところなんですよね。 そうですね。特に私のコアの保有銘柄に関しては、えー、これに沿うような、えー、銘柄を選んでいるつもりですね。はい、わかりました。投資をする際の一番の根幹になるような部分じゃないかなというふうに自分では思っています。はい、わかりました。じゃあ,あの、今回はここまでに指摘します。じゃあ、次回またよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。